脳の記憶容量は。精神科医カバサワ旬のカバチャンネル。人間の脳っていうのはどれだけたくさんのことを記憶できるんでしょうかっていうことをね、考えたことありますかね。すごいたくさん記憶できるのか、それとも意外とそうでもないのかということで、ある研究があるんですけど、脳の記憶容量を擬似的に計算した研究ですね。それは脳っていうのは神経細胞がシナプスっていうので、いろいろなシナプスと結合してるんですね。それってコンピューターのトランジスタというかですね、接続回路とすごい似たような仕組みになっているので、そのシナプスがオンオフをするような、そういうコンピューターと同じ仕組みでできていたらどのぐらいの容量があるのかなっていう、そういう擬似的な計算なんですけども、 17.5TB っていう数字が出ております。シナプス結合から求めた脳の擬似的な容量ですね。この 17.5TB が多いのか少ないのかっていうねことなんですけども、例えばウィキペディアっていうサイトがありますけど、ウィキペディアの文字情報っていうのは実は全部合わせると 1TB なんですって。だからウィキペディア17個分も記憶できるのかということになりますとですね、すごい記憶量だなっていうことになりますけども、例えばでも動画とか扱ってる方って、今 1TB のハードディスクって売ってると思うんですけど、動画とかを保存していくと結構すぐいっぱいになっちゃうするんですね、 1TB なんかもですね。そう考えると、あれ 1TB って少ないじゃんっていう見方もできるかもしれません。いずれにせよですね、かなりの容量があるというふうに見ていいわけでですね、そうそういっぱいになるものではございませんね。一方でですね、人間の脳っていうのは結構どんどん忘れるようにできてるんですね。入力したものの 99% がほぼほぼ忘れますし、重要じゃないものっていうのが全部忘れるようにできているわけです。ということはですね、やっぱりたくさん覚えれるんだけども、重要なものしか覚えないっていうのがやっぱり人間の脳の仕組みになってきます。そうなってきた時に重要なのは何かっていうと、2つの法則があってですね、反復するもの、1週間に3回以上接触するものというのは重要な記憶として認識されやすくなる。もう一つは喜怒哀楽が伴う情報ですね。すごい嬉しかったこと、楽しかった、苦しかったこと、辛いこと、こういうふうに感情が動いた時の記憶っていうのは残りやすい仕組みになってますから、この2つのどっちかに該当した記憶っていうのは人間の中でどんどん保存されていくようになっています。私たちが何か記憶する場合ですね、喜怒哀楽をこう自分でコントロールするっていうのは難しいですから、基本的にやっぱり復習してですね、週に3回復習すると記憶できる。読んだら忘れない読書術も書きましたけど、本を読んだらですね、週に3回復習するとですね、大体記憶に残ります。英単語の記憶もそうですね。そういったようにして自分で重要な記憶を何度も復習して記憶に残していくということで、私たちの記憶媒体にですね、記憶していくしかありません。 17.5TB ですね、そうそう満杯になることはないと思いますので、皆さんもどんどんですね、記憶していっていいんじゃないかなと思います。